やはり衛隊がきな臭いな。当時調査を指揮したのは衛兵隊長ステンバール。彼は事件前にハーベイと密会していたらしい。現在も衛兵隊基地にいる。探るべきは奴だ。助手か。復讐をされるおつもりなのですね。先生、主人の名を覚えておいでですか。うん、Eさんのことか。無論覚えている。彼の紹介で君は助手となった。主人は死んだのです、あの事件の後に。港に打ち上げられ、自死と断じられました。命を絶つ理由などないのに衛兵隊は調査をせず。主人は事件の前何かを知ったようでしたわ。助手よ、君は事件を調査しないのか。無からは何もなされない、あなた様の言葉です。復讐とは無ですわ、オズバルド様。それでも俺は行かねばならない。衛兵隊長ステンバール、奴のいる衛兵隊基地へと向かうとしよう。患者はと。さあ。来た来た。さい。少々付き合ってもらう。行くわよ。振り乗ってよ。お薬の時間ね。状況は好転し、掃除する。やっ、弱いね。オッケー、そろうね。ふん。さて。あ、見せろ。私の番ね。突撃だ。眠ってなさい。ごめんよ。さあ、行くよ。プランを考えねば。炎よ、燃えろ。行くわよ。
王大丈夫。師匠に怒られる。遊びは終わりだよ。ライフスティールだぞ。さて、炎よ、燃えろ。プラン通りだ。さあ、行こう。マヒナ。どうしようかしら。出番。行くわよ。はっ。オーシュット。はい、どうも。少々付き合ってもらう。あちゃー。助かったわ。あれ、掃除する。蛇は素早いよ。もう一丁。出番。そこ。思考開始。ユリ。オズワルド。受けてみろ。イカツチを貫け。
ただき。どうしようかしら。突撃弾。悪いぞ、本気出すか。ライフスティールだぞ。立ち止まるわけにはいかない。